エコソーシビーご覧の皆様、どうも。飼っていたカブトムシの幼虫3匹ともが成虫になって、飼育がとっても忙しくて育休を取ろうと思っているフットボールスタジアムならカッチです。はい、ということで関係ありませんが、今回はこちら、前回の投稿では並んでなかったこちらですね、並んでますが、ということで、モレリアネオスリジャパン、こちらのご紹介になります。モレリア2ジャパンと同じぐらいですね、予約数多かったんですが、ニューカラーチェックしていこうと思います。はい、ということで、こちらも白ベースにですね、赤とブルーが入ってて、非常に爽やか、夏っぽいですね、爽やかなカラーリングになっております。モレリアネオ3はですね、モレリア2に比べたらちょっと青の色がトーンダウンしてますかね、ネイビーっぽい感じになってますが、やっぱり赤が効いてますね。このランバードマークも非常にこう見たらスピードを意識したようなデザインでかっこいいですね。あと履き口がこのデジタルカモのような感じで、ちょうどニットのところがですね、はい、縫い目がそうなってますね。で、まあ白じゃなくてこういった色だったら非常に履き口汚れが目立ったりする場所なんですが、目立たなくていいですね。これはソールも赤が効いてますね。非常にシューレースもこちらも変えていったらおしゃれになっていくんじゃないでしょうかね。はい、まあ履き心地は言うまでもないんですが、足入れてみました久々に。やっぱりこのホールド感とフィット感の両立、あとソールがしっかりしてますんでね、これサイドバックはもうドンズバだと思うんです。ぜひセンターバックとかボランチのポジションの方にも履いていただきたいシューズですね。非常にこのホールド感、ここの部分が人工の革なんで横ブレもないですし、ソールもしっかりしてますんでね、敵の切り返しとかボールダッシュのところに非常に役立つんじゃないでしょうかね。はい、ということでぜひニューカラー、こちらも若干在庫予約余ってますので、ぜひ気になった方チェックしてみてください。明日6月25日発売となっております。以上、モレリアネオスリジャパン限定カラーのご紹介でした。以上です。バイバイ。